ですね、ちょっとずっと洋楽が続いたので、ね、ちょっと、邦楽歌謡曲ですかね、皆さん懐かしい青春の時代の曲を、はい、あ、すいません、もっとお若い方向けの青春向きの曲いや、そうでもない そんな、学生時代の青春の曲を、1曲やりたいと思います。